あなた強そうな目してる。どんなことにも負けないって目。と、ごめんなさいあ、癖であの、私、レイチェル。その強さの秘訣が知りたいから、あなたについてくことにしますおはようございます。早いんですね。えお互い様、ですって <laughs> 私、アルバイトで郵便配達してるんで、慣れてるんです。立場や関係性が変わっても、一貫して相手を信じること。普通、望んだ結果にならなかったら、人って怒るじゃないですか。でも、一途に思い続ける。そういう人が、本当に強い人なんでしょうね。えお昼一緒に行ってくれるんですかやっ ついしかめつらして遠巻きにされることとかあったから気軽に誘ってもらえるの嬉しいですもう会って女の子知ってます恋の暴走列車みたいな子なんですけどしかも恋なんていう不確かな思いを疑わないし <laughs> でもそこがいい自分の信じるものにまっすぐ迎かえるところ実は憧れてるんです 眠くなったら早く寝た方がいいですよ。アイディア詰まった時とかも朝になったら出たりしますし。まあ、ルーストブルグの魔女の思想は一晩程度じゃ変わらないですけど。誰かの思いのせいで別の誰かが傷つけられることもある。私もそうだった。でも、それでも信じ抜きたいんです。誰かを思う人の思いの強さは 世界を救える力にもなるって。暇だし、ちょっと周りの人でも観察してよっかな。はいどうかしましたか何ですか怒ってないですよ。考え事してただけで。えそんなことわかるよですかそ、そっか。 私が眉間にシワ寄せてても、あなた全然気にしないんですね。<laughs> もう、小さなこと気にしてる私がバカみたいじゃん。わあなんだか使いやすそうなアイテム私はもっと強くなります魔法に頼らなくても強くなれるやったー嬉しいよーしもっと頑張ろう もうどいて邪魔させないもう許さないからお返しあたしは、あたしの守りたいもののために動き、合わせますねこのくらいよっとありがとうございますううう向こうの、思いの方が、強かったのかなはぁ、あ。 もっと強くなりたいな。私ここは譲れない。ねえ、あなた、あのー。はあ、やったー許さないやめてください。やだな。う、う、う ありがとう。ごめんね。ええー、すごっほんともう。